トマス・ペインは、イギリス出身のアメリカ合衆国の哲学者、政治活動家、政治理論家、革命思想家。ノーフォークのセットフォードに、コルセット製造業者の子として生まれ、グラマースクールの第6学年から第14学年まで在籍し、歴史、数学、科学を学び、13歳から父親の店で職人としての修行をする。十六歳の頃に船乗りになるため、 家出をし、その後船員、コルセット製造、修税理、教師と職を転々とする。22歳と34歳の時に結婚し、両方とも離婚している。1772年に修税理の賃金の実情についてパンフレットを執筆し、文人のオリバー・ゴールド・スミスと知り合っている。1774年6月にロンドンでベンジャミン・フランクリンに紹介され、 人物証明書を持たされて、アメリカに移住する。月刊誌、ペンシルベニアマガジンの編集主任となり、1775年1月には600人だった。高読者を2ヶ月後には1500人に増加させている。植民地の政治問題に触れ、クエーカー教徒の完全な平和主義を批判し、若者への就職準備金や老人への年金支給を含む、 最低限所得保障が必要なことを説いた論文、農民の正義などが書かれたのと同時に、ペンシルベニア州議会に対し独立要求を消しかけている。コモンセンス1776年出版1776年1月10日、フィラデルフィアでペインが執筆した政治パンフレット、コモンセンスの書版が一部にシリングで販売され、全部印刷された書版はたちまち売り切れた。 その後3ヶ月で12万部を売り切り、その年の末までに56版を数え15万部が売れたという。民主的平和論を時植民地の権利を守らないイギリスの支配から出し、アメリカが独立するという考えはコモンセンスであると説いた。独立宣言発布直後にペンシルベニア連隊に入隊し、将軍付きの秘書、副官となる。 ワシントンに紹介されて2年間その下で働き、危機と呼ばれる一連の小冊子や論文記事を出版し続けた。1777年4月から1779年1月まで、連邦議会外務委員会の初期を務め、1779年11月、ペンシルベニア州議会の初期に任命された。この時滞納されていた賃金1690ドルを支払われると、 ペインはそのうちの500ドルをワシントン軍に寄付したため、この例に習う者が続出し、議会が銀行を設立することを可能にしたという。1780年3月にペンシルベニア州議会が可決した奴隷廃止法案の全文を書き、7月4日にペンシルベニア大学から名誉博士号を送られている。1784年には独立に対する貢献により、 ニューヨーク州よりニューロシェルの農園を送られている。1785年には鉄橋を考案し、翌年には模型を完成させている。一方で同年、政府、銀行、紙幣を表して銀行を擁護した。1787年5月からフランスに渡って、学士委員に自分の橋梁模型を宣伝し、九月から故郷のセットフォードで過ごし、ルビコン川における、 将来の予想という小冊子を完成させ、イギリス首相、ウィリアム・ピットに対仏戦の火を説いている。1787年12月から1789年、秋までパリにいたアメリカ公使ジェイフ,ファーソンと分通し、その年の暮れに、ラファイエット公爵から陥落していたバスティーユ老獄の鍵を手渡され、ワシントン大統領に届けるよう依頼され、この任を果たす。エドマンドバークの フランス革命についての政策を反駁するため、1791年と翌年にかけて人間の権利を出版し、1793年までイギリスで200万部を売り尽くしたと試算される。人間の権利第2部で土地貴族を攻撃し、世襲君主制への敵意を表明したため、イギリス政府に追放され、かつ、実著の不節約を監修するために、パリに渡り、 1791年10月にはフランスの市民権を与えられ国民公会によって新憲法の総案作成委員会に加えられたその時の委員の顔ぶれにはダントンや CAS、コンドルセが見られ憲法総案の全文はペインとコンドルセが書いたと言われる1793年1月15日に国民公会で ルイ16世の処刑に反対する演説を行う。12月28日に、ジロンド島との共謀と、適正外国人という権利により逮捕され、中フランス講師、ジェームズ・モンローの助力により、翌年11月4日に釈放された。12月8日に、再び国民公会に迎えられ、翌年1月3日に、フランス公教育委員会により、この哲学者は人間の権利でもって、 イギリスの政治家のマキャベリズムに立ち向かったのであり、二冊の不滅の著書によって新旧領大陸の自由を性別したと検証された。この間、理心論を主張した著書、理性の時代を完成させている。1802年に再びアメリカに渡り、ジョン・アダムズをはじめとする連邦党と対立し、奴隷反対を解き、理心論を改めようとしなかったために、アメリカでは、 ほとんどの友人を失い、不遇のうちにニューヨークで没する。彼の遺体は無神論者との噂がたたって、教会での埋葬を拒まれて、ロングアイランドの共同墓地に埋められた。1819年になって、イギリスのジャーナリストで愛国者のウィリアム・コベットが、故国に改装しようとして、ペインの遺骨を持ち帰り、結局はイギリスでも埋葬が許されず、 コベットの生きている間はその家に置かれたまま、彼の死と共に行方知らずとなったという。トマス・ペイントは、言葉んク・呪学文庫、この英国人アテネ文庫、1949年、P44 から45。ありがとうございます。